こちらはミリタリーテイストはそのままにタウンユースにも適したモデルとなっておりまして、まあ米軍のね特殊部隊で採用されている、PCU レベル7ですねのモンスターパーカーを、元の形にシルエット、サイズ感が変更されております。ミリタリーの雰囲気はそのままで、よりね街着として、改良されたモデルだと思っていただければいいかなと思います。スタンドタイプの襟周りはファスナーによってフードが収納されておりまして、左袖にはワイルドシングスのロゴがあしらったベルクロが使われております。ポケット内に採用されたドローコードを調整すれば風の侵入を防げる仕様になっておりまして、引っ張るとね腰回りのところのドローコードがキュッと締まるような感じの印象となっております。内側は従来のメッシュポケットで、元のデザインがシュートされているのと、表地には撥水加工が施されたナイロン素材で、多少の雨とかね弾いてくれますので、それでいてあと水洗いが可能っていうところも一つ大きなポイントなんじゃないかなと思います。今回ねなぜこれをご紹介してるかと言いますと、もうほぼほぼね半額まで近いぐらいまでお値段下がってるっていうところはね、めちゃくちゃ個人的には、なんていうんですかねメリットでしかないかなと思いましたので、ちょっと今回ご紹介させていただきました。着ている色がねカーキのみになっちゃうんですけども、やっぱりねここまで値段下がっちゃうとこの定番のアイテムですので、結構ねネットでも販売売れちゃって、サイズとか色とかね多少偏ってはいるんですけども、それでも、まだねこのカーキの色も非常に合わせやすくて使い勝手は非常にいいアイテムかなと思いましたので、ぜひねお買い物のご参考になればなと思っております。サイズ感はねちょっとこうゆったりめな感じで、モンスターパーカーっていうぐらいですので、結構ねざっくりとしたサイズ感にはなるんですけども、その分本当に着るだけでねすごくコーディネートのアクセントにもなりやすいですし、非常に今っぽい感じのシルエットで、オーバーサイズで着ていただいて、ちょっと細めなパンツとの相性も非常にいいかなと思いますので、いろんなコーディネートにしっかりとね幅広く対応してくれるアイテムなんじゃないかなと思います。それでいてねしっかりと保温性の方もありますので、十分ねこれ着るだけでも暖かく冬は過ごしていただけるんじゃないかなと思います。でこちら実際着用してるんですけども、163センチ54キロで今 S サイズを着るとこんな感じですね。サイズ感的にはね僕の身長でしたらこれでもね十分ゆったり着れるぐらいなんですけども、本当にこのぐらいのサイズ感で着ていただくのが個人的にはすごくおすすめしたいかなと思っております。内側のねこちらポケットもハンドウォーマーになってますし、このドローコードをね引っ張るとちょっとこう腰回りのところがキュッと、画像でもちょっと映ってるんですけども、こう絞れるような感じの印象になります。あんまりね絞りすぎるとちょっとウエストマークがねできちゃうので、あんまりここをねいじる必要は正直個人的にはあんまりないかなとは思うんですけども、その辺はねもちろんお好みによって変わってくるかと思いますので、お好きな方は絞っていただければいいんじゃないかなと思います。この内側のねメッシュポケットも非常にこの収納力がありまして、ちょっと前にねご紹介したハッピージャケットと、生地もね素材も作りも、全く一緒のような感じになっておりますので、デザイン違いというところでこちらはね使っていただけるんじゃないかなと思います。163センチで本当にお尻丸々隠れて膝上ぐらいまでの膝裏ぐらいですね、そちらまで、丈はあるかなっていう感じの、印象となっております。でこちらねちょっと M サイズも一回着てみたんですけども、 M 着るとねこんな感じでね、ちょっとねもうあんまりこういった形をねゆったり着すぎるとベンチコートみたいになっちゃうので、あんまりねこうスッキリ感が全くなくてちょっとやぼったい印象というところはより強く出やすいんじゃないかなと思いますので、その辺だけはねちょっとサイズ選び一つね気をつけていただければいいかなと思います。選ぶ基準としましては、普段選んでいただいているサイズ選ぶだけで十分ゆったり着れますよっていうところはね間違いございませんので、その辺だけね一つご参考になればなと思っております。フロントは一応ダブルジップの仕様になっておりますので、ちょっとね締めて下だけ開けてインナー見せるような感じの着せ方っていうところをしていただいても、個人的にはかっこいいんじゃないかなと思います。
まあ、このスタンドカラーになってるんですけども、あんまりね、あのネックの長さも長めじゃないですので、あの全然マフラーいらずで顔周りも程よくすっきり着ていただけるんじゃないかなと思います。まあ、本当にあのお洗濯も可能というところはね、個人的にはめちゃくちゃ大きいプラスなポイントかなと思いますし、まあ、こういったアウターってね、なかなかその毎回着るたびに洗うというわけにもいかないかなと正直思いますので、そういった時もね、こう気兼ねなく使えるっていうところはやっぱりね、このアウトドアブランドというか、ちょっとこうミリタリー要素の一番のメリットなんじゃないかなと思いますので、まあ、その辺もね、ちょっと買い物のプラスなポイントとしてご参考になればなと思います。でこちらがね、フードが収納されていますよっていう感じですね。あんまりね、正直こう被らなくても、この襟の形はね、すごくかっこいいですので、まあ、その辺はね、あの好みにはなってくるかと思うんですけども、まあ、個人的にはこの収納して、このスタンドのボリュームを出した方がかっこいいんじゃないかなと思います。こちらは細部までこだわり抜かれたミリタリージャケット、まあ、あのモンスターパーカーと並びブランドの代表作であるハッピージャケット、こちらのモデルなんですけども、アーカイブモデルであるハッピースーツを元にモディファイドされたアイテムとなっております。日常使用を想定し、シルエットをキープしつつ中綿の量を、再調整し、まあ、軽く仕上げてるっていうところと、スタンドタイプの襟周りにはベルクロで、ベルクロのねポケットで、フードが収納可能となっております。また左袖にはワイルドシングスのロゴをあしらったベルクロが使われておりまして、内側には従来のメッシュポケットで、元のデザインを収納しております。表地には撥水加工が、施されたナイロン素材のため、多少の雨とかね弾いてくれて、また水洗いが可能っていうところも嬉しいポイントなんじゃないかなと思います。シンプルなミリタリーテイストなデザインのため、トレンドに左右されない、万能なアウターとなっておりますし、まあ、サイズ的にもね、あの腕周りもかなりゆったりしておりますので、まあ、本当に中もねいっぱい着込むことができて、それでいて丈はそんなに長くないですし、一応ね、あのポケットの内側からあのドローコードを引っ張って、あの裾を絞れるようになっておりますので、まあ、丈の調節っていうところもそういった部分では可能になっておりますので、本当に様々なスタイリングにもしっかりとハマってくれるアイテムなんじゃないかなと思っております。また、今回ねこのタイミングでご紹介しているのはね、とにかくこちら、30% オフになっておりまして、まあ、元のお値段が 42,900円なんですけども、こちら 30% オフになりますと税込みで 33,000円と、まあ、ほぼもう30,000円でお買い求めいただけるっていうところはね、個人的にはかなりおすすめできるポイントなんじゃないかなと思います。またその分ね、ちょっと色も、結構ね色サイズともにねかなり偏ってはおりますので、まあ、その辺は、少しね、どうしても仕方ないところではあるんですけども、まあ、本当にサイズさえ合えば結構ね個人的にはおすすめできるポイントなんじゃないかなと思います。でこちらちょっと実際着用してみてるんですけども、163cm54kg でちょっとねサイズ XL しか残ってなかったので XL 着てるんですけども、まあ、ちょっとね僕の身長ではちょっと大きすぎますので、まあ僕の体型ぐらいでしたらこの2サイズダウンさせて M サイズぐらいで本当にちょうどいいぐらいかなと思っておりますので、まあ、その辺もね含めてちょっと色とかのご参考になればなと思っております。結構ね、あの163cm で XL 着てもこのぐらいの丈で収まるっていうところはね、まあ、こちらの、ハッピージャケットの個人的にはいい点かなと思っております。また裾を絞ると結構ねキュッと丸みも出せて、まあ、風の侵入を防いでくれるとともに丈の調節っていうところもしていただけますし、内側のねこの大きなメッシュポケットっていうところも、まあ、あんまり物を入れちゃうとね結構ボコッと膨らんじゃいますので、まあ、あんまり入れるような感じではないかなと思いますが、収納力は、問題なくあるかなと思います。一応袖丈もねあのベルクロで調節はしていただけるような感じとなっております。まあ、あのうちの会社ではねこの、カーキとブラックと2色を取り扱いしてるんですけども、このカーキもね非常にちょっと濃いめな感じですし、この表地のナイロンもあの光沢感もあんまりなくて結構マットな印象ですので、非常にねこうなんか安っぽい感じでもなくて、なんかシャカシャカこうあのしそうなんですけど、思ってたよりかはちょっとねあのそんなに音もしないというところは個人的にはめちゃくちゃいいかなと思います。
一応のフードのところも、収納されておりますので、まあ、雨とか降った時とかはかぶれるような仕様になっております。でこちらですね、このポケットの一番奥側に、ドローコードついておりますので、ここ引っ張っていただくと裾の調節ができますよっていうところですね。まあ、本当にね、結構シンプルなデザインなんですけども、このミリタリー感も、しっかりとありつつ、まあ、デザイン的にはね本当にすっきりと、お使いいただけるっていうところで、非常に、持ってればね流行り去りなく、使っていただけるアイテムなんじゃないかなと思います。フロントは一応ダブルジップ仕様となっておりますので、まあ、ちょっとね下だけ開けて、まあ、インナーをちらっと見せるような着方のコーディネートもこちらは楽しんでいただける仕様となっております。で左袖のところにですね、ワイルドシングスの、ロゴが記載されているのと、ジップの先端にもねつまむところにワイルドシングスのロゴが、使われております。でこちらね、フード出していただくと、まあ、中にくるくるっと折り込んで、収納されているだけですので、まあ、しっかりとねフードの中にも綿も入っておりましたので、まあ、かぶるね非常にこう 耳とかのね防寒にもなりますし、もう非常に使い勝手はいいんじゃないかなと思っております。まあ、とにかくね見た目以上に軽くて暖かくて非常に使い勝手がいいアイテムだと思いますし、まあ、何よりも 30% オフっていうところはね、まあ、1万3000匹ぐらい、しておりますので、値段的な魅力っていうところはねしっかりとあるかなと思いますので、今回ねちょっとお買い求めいただけるサイズ感はね結構少ないかもしれませんけども、まあおすすめできるアイテムかなと思いましたので、今回ご紹介させていただきました。結構ねこれにスウェットとかでも非常にねかっこいい感じのストリートっぽい感じの、コーディネートも楽しんでいただけますし、結構きれいめなパンツと相性も非常にいいかなと思いますし、デニムとかカジュアルなコーディネートはもちろんねしっかりとハマってくれますので、まあ年代問わず結構幅広く使っていただけるんじゃないかなと思いますので、気になる方はね概要欄の方にリンクも貼っておきますので、一度、チェックだけしていただいてもいかがかなと思っております。はい、ということでね、今回ご紹介してきましたワイルドシングスのハッピージャケットですね、まあ、しつこいようですけども、お値段4万2900円の 30% オフで、税込みで3万30円となっております。またねこの期間中2点以上、お買い上げいただくと、さらにここからね 10% アップしますので 40% オフになるので、もう本当に3万も切る、ぐらいのお値段帯になるというところも一つ魅力のポイントかなと思いますので、気になる方はぜひぜひチェックしてみてはいかがかなと思います。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ、高評価チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。またねちょっとご紹介しきれていないアウターなど、セールでねお得になってるアイテムなども含めて、ご紹介していこうと思いますので、またこういったブランドを紹介してほしいとか、ございましたら、お気軽にコメント欄に、書いていただければ、まあ取り扱いしているものであれば全然ご紹介できるかなと思いますので、ぜひね気になる方はそちらも、していただければ、個人的にはすごく嬉しいですので、よろしくお願いいたします。